皆さんこんにちは、ダイヤモンドリテールメディアの代表取締役の平井と申します。この機会を、この機会を受けましてですね、私どもの会社の、ちょっと説明をさせていただくということでお時間をいただきました。私どもはですね、創業50年になります。スーパーマーケットなどの小売業を中心とした、流通の専門誌を発行する出版社でございます。主に雑誌としましてはですね、こういったダイヤモンドチェーンストアという、業界全般、小売業の業界全般を、捉えているような情報を扱っている、出版物がございます。主に経営情報ですとか、それから店舗の情報、それから扱っている商品のマーチャンダイジング、こういったところの情報も扱っている出版社でございます。で、姉妹誌としましては最近、すごく業界が発展していますドラッグストア、こちらの方を専門に扱っているダイヤモンドドラッグストアという専門誌、それから、こちらもコロナの影響でしょうか、非常に業績が好調な業態なんですけども、ホームセンターですね、ホームセンターを扱っている、専門に扱っているダイヤモンドホームセンターという、この、2紙を姉妹誌として持っております。で、先ほどのダイヤモンドチェーンストアなんですが、このご時世、紙媒体だけではなくてですね、やはりウェブサイトの方を使って、ダイヤモンドチェーンストアオンラインという、情報サイトを運営して日々情報を発信しているというところでございます。で、私どもは50年の歴史がある出版社ではあるんですけども、単純に、情報を集めて皆様にお届けするという出版社という本来の業務だけではなくて、例えば、小売業とビジネスを広げたいとか、新たに取り組みをしたいとかっていうメーカー様ですとか、IT 企業様、そういったところと、に対して支援をしていくというような業務も行っております。ですから例えば、海外の視察旅行に行きたいよと、ちょっと今コロナでは厳しいところではあるんですけども、もしくは、小売業向けに、セミナーをやりたいよ、ウェブセミナーをやりたいよとか、小売業の方々のことを理解するための勉強会をしたいよとか、そういったところに関してもご要望いただきましたら、お答えする用意がございまして、実際に多くの企業様のそういった側面でのお手伝いをさせていただいているというところです。小売業界自体はですね、やっぱ常にこう大きく変化しているところがありまして、例えば、Amazon さんのようなところが EC サイトを展開して、従来の小売業であるリアル店舗を脅かすと、そういった流れも出てきてはいるんですけれども、逆に、そこのところに対して対抗するために今小売業さんがどういう取り組みをしているんだとか、もしくは小売業の中でもやはり変化が激しい、影響を受けて合併が、頻繁に行われたりとか、買収が行われたりとかっていうところで、常にこうダイナミックな動きをしているところがありますので、そういったところで、小売業が常に注目されているところもあります。さらに小売業の場合は、景気というところではやっぱり先行指標を出すようなところもありますので、皆さんそういった景気動向を占うという意味では小売業の情報を定期的に取られているというところもございますので、そういった意味では小売業界というのは何らかの形で情報をキャッチアップされておかれても良い産業ではないかなと思っております。そういった意味では、小売業界への興味がある方、また小売業とビジネスを始めたいというようなお考えをお持ちの方がありましたら、ぜひ何らかの形でお手伝いできるところがあるかと思いますので、そういった意味ではご相談をいただければ我々もお手伝いをする用意がございますので、ぜひこの機会にお声掛けをいただければと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。